見ているだろう、ジン。お前が会いたがっているのはこの男か。ありがとうございます。さあ、ここからのステージは PS3 Xbox 360専用ソフトストリートファイタークロス鉄拳の最新情報をお届けする最強拳ステージを始めていきたいと思います。なお、このステージの内容は携帯電話などでの撮影は全て OK となっています。皆さんぜひバシバシ写真を撮っちゃってください。このステージを担当します、大場ゆきです。よろしくお願いします。それでは早速この方をお呼びしましょう。ストリートファイターシリーズのプロデューサー小野義則さん。
そしてバンダイナムコゲームズからお越しいただきました鉄拳シリーズプロデューサー原田克弘さんです。小野さん、はいはい、はい、あ、マイク入りましたね。はい、はい、皆さんこんにちは、キャプコンです。はい、はい、おはようございます。同伴、おはようございます。同伴ですか、同伴。おはようございます。木曜日も注意したと思うんですけど、はい、関係ない人連れてくるのやめてもらえませんか。違います、木曜日と関係なくないで、ここで対戦室で仲良くなったから、あの後箱根に。ちょっと待って、ちょっと待って、とりあえず皆さんの前で一応ステージなんで、改めて紹介だけさせてもらっていいですか。完全に忘れてました。いいですか。はい、はい、あの、というわけでストリートファイターシリーズのプロデューサー小野義則さんです。はい、どうもこんにちは、カプコンの野です。はい、よろしくお願いします。そしてバンダイナムコゲームズからお越しいただきました鉄拳シリーズのプロデューサー、はい、原田和弘さんです。はい、どうもよろしくお願いします。はい、原田です。どうもです。その隣は、その隣はだから誰なの。その隣はマリサスちゃんと言いまして、ああ、私の、愛人でございます。はい、クリキマリサです。これをこの子のせい、この子がこれで、これの僕は会社がこういう感じに今なりかけてるっていうことだから、カプコンステージ今出てるの。いや、だからもうちょっと、あ、ちょっとあのバンダイナムコブースをいられないなと思って箱根に行きまして。なるほど。そのまま直接カプコンブースへ。どうでもいいんですけど、先進めてもいいですか。あ、ちょっといいですか。もうこちらこちらで、あの、ちょっと記念撮影とかやってます。なんでやねん。ちょっと携帯持って出るのやめてもらっていいですか。ちょっとちょっと無視して2人で、ね、ちょっと入りましょう。ちょっと記念撮影しようかね。まあ、原田さんも一緒にこのステージを盛り上げてくれるかと思いきや、イチャイチャしてるだけみたいな。本当に撮ってますから。はい、はい、じゃあもうここはもう無視した形で、今日はですね、ストリートファイタークロス鉄拳の魅力を教えていただきたいと思います。はい、皆さんもう、あの、ね、これ東京ゲームショウ今日で、まあ、あのビジネスデーで4日目なんですけども、今回ですね、新しいキャラクターがですね、ちょっと うるさいから黙っててもらいますか。いやいや、もう、はい、あの、ちょっと箱根のじゃあ思い出話とかをしてますね。今回ですね、新しくこの4人のキャラクターがですね、今回登場してます。で、この4人のキャラクターもですね、ちょうどはい、ちょうどですね、こちらの裏手側のヒトクロブースの方でプレイアブルが可能になってます。で、皆さんのおかげで、応援のおかげでですね、今回初めて日本でプレイアブル出展してます。うるさいです。いやいや、箱根良かったですよ、本当に。ちょっともうマイク外しましょう。はい、で、今回本当皆さんのおかげでですね、マイク外れちゃったから、一番初めてプレイアブルを出展することができまして、まあ、ただいい、ね、なかなか日本でのですね、格闘ゲームシーンがもうあと一歩ぐらい盛り上がってほしいかなと思ってるので、はい、来年再来年にはもう少しブースを広くしたいと思ってるので、皆さんぜひ、いや、箱根の声援のほどよろしくお願いします。箱根の声援も広かったよ、はい、もう真面目にやってもらっていいですか。とりあえずちょっとこの人たち黙らすためにですね、はい、ちょっと簡単なシステムの説明だけさせてください。今回ストリートファイタークロス鉄拳はですね、タッグ、あの、2人で使うタッグですよね。まあ、こういう、あの、不倫のような中でも、かつ、あの、もう友達であったりとか夫婦であったりとか、タッグは俺のシステムパクったでしょ。違う、これちょっと一つ逸話があってですね、まあ、確かにタッグといえば鉄拳タッグトーナメント1っていうタイトルが、これはもう名作です。その通りでございます。これ名作で、この名作を僕は褒めたんですね。僕は今度この人パクった、そう、タッグトーナメント1のようなゲームを作りたいと。で、え、なんでって言ったら、いや、実は世界中でマーケティングするとタッグワンは一番人気があるんだって話をしたらですね、彼が急に企画書を書き始めて、できたのがタッグトーナメント2です。タッグトーナメント先に出しました。僕は確かにリスペクトしてタッグトーナメント1やっていましたけど、僕のこのアイデアをパクったのは彼です。アイデア泥棒、はい、アイデア泥棒です。俺、でもその元を作ったも俺やな。どっちやねん。俺が自分のとお前のを2つパクって鉄拳タッグトーナメント2にしたよ。そうそうね、そうね現在絶賛ゲームセンターで好評稼働中でございます。皆さん、はい、このまま直接ゲームセンター行ってください。皆さん、小銭があったらぜひ入れてあげてください。小銭、お前、募金じゃないですよ。続き、はい、はい、もう、まあ、こういうタッグトーナメントがありまして、まあ、ちょっとずっと話してるとですね、なかなかこういう絡みが多くなるので、ちょっとあのビデオに一つ上げてきましたんで、そちらを見ながらちょっと皆さんにね、あの、お話したいなと思います。はい、お願いします。はい、どんなビデオがある。下がんなさい。ちょっと下がります。はい、大きな、いい席してる、いい席してる。今回はですね、あの、南極にある物質が落ちてですね、その物質を巡って、シャドルとですね、三島財閥が争うという、まあ、あの、鉄拳をリスペクトしたような、どうでもいいような物語からですね、この、あの、ゲームが始まります。批判してるやつ。いやいやいや、あの、盛り上げてあります。
はい、でその箱を巡って、まあ、箱落ちるんですけども、この箱を巡ってですね、鉄拳側のキャラクター、そしてストリートファイター側のキャラクターが争うっていうのが、まあ、このバックボーンのストーリーとして流れます。あれがあれがパンドラパンデビルみたいなデビルデビル、すいません、この後紹介するシステムを先に言わないでください。今回は、皆さんがですね、ファミリーであったりとか、恋人同士で、戦ってもらえるようなゲームシステムを取り入れてます。この後にちょっと紹介するビデオにも入ってるんですけども、なんと今回タップをですね、1人で操るんではなくって2人でこのキャラクターを扱うっていうシステムを入れてあります。これどういうことかというとですね、今まではもう自分で一人でタッグトーナメントだったりもやってたんですけども、 1P と 2P のキャラクターをですね、それぞれリアルに 1P と 2P のキャラクターで動かすっていうシステムを入れてるんですね。そのことによって、まあ、こちら側にいるような原田さんがうまいですと、で、マリサちゃんはちょっとそうでもないなっていうこともですね、ちょっとそうでもないなって、なんか人聞き悪いな、俺が教えてやるから俺んち来いよとか、そういうことを言ってあげれるような、もう言ってます、そういうですね、ちょっとしたナンパテクニックでも使えるっていうのが、まあ、このストリートファイタークロス設計だと思ってください。で、さらにですね、このタックなんですけども、実はネットワークにも対応しててですね、リアルに友達を家に呼べない、もしくは俺は僕のようにですね引きこもりだっていう人の場合は、オンライン上でもですねすぐパートナーを探せます。なので、一緒にこうペアを組んでくる人いないかなっていうのはですね、それもオンライン上でワンボタンで、探すことができますので、マリサちゃんのような可愛らしいこういうような方々とも一緒にお元の町になれるかもしれないという淡い期待をですね、ぜひとも抱いていただければなと。ペアプレイだよ、ペアプレイ、はい、ペアプレイ、ちょうど今この話ですね、はい。さらにですね、今回は、4人で同時に戦うっていうモードもですね、発表させてもらいました。これどういうことかというとですね、どうしてもペアアタックだとですね、1人ずつが交代で動きます。ただこのジャンブルモードではですね、4人が同時に1つの画面に登場してですね、戦い合うというモード、これやりたい、早くやりたい、これやりたい、ちょっと黙っといて、はい、この4人で戦うモードで、ぜひ家族中でですね、あとですね、ブリーフじゃないです、ブリーフィングです、ブリーフィングです、うるさいですけど、ストリートファイター4でですね、すごく要望があったオンライン上でのトレーニング、要は友達を家に呼ばなくてもできるっていうモードをですね、今回搭載しました。さらに、アーケードマッチって、要は急に敵に入ってくることですね、それもトレーニング中から行えるような仕様をですね、今回取り入れてますんで、こちらもですね、ハイエンドな皆さん、プロゲーマーを目指そうとしている皆さんも、このモードで楽しんでいただければなと思います。これパクります、これパクります、これパクっとるな、このままパクり合戦は、パクり合戦はいいから先に進めてもらっていいですか、ロブからコピーします、はい。そしてこの最後のですね、このパンドラ、こちらパンドラモードは今回初めて皆さんに見るモードなんですけども、ちょうどちょっとこのビデオの後でですね、少しだけ詳しくお話ししたいなと思ってます。まあ、こういう様々なモードを今回引き下げてですね、全てのモードを体験できる私有台が裏側にありますので、ぜひこのステージ終わったら皆さん楽しんで見てもらえればなと思います、はい、すごいぴったりハマった小野さん天才、ビータ、あとビータ、ビータ来た、ビータ、ビータ、ビータです。これ一つだけ言わせてください。ビータ、この前ですね、トロとクロ、皆さんトロとクロご存知ですかね、どこでも一緒の、トロとクロ参戦が決定しました、はい、でクロ、トロがストリートファイターで、クロが鉄拳ですね、黒が鉄拳ですね、だからクロはねちょっとエロいので、まあ、ちょうどこういう感じで、黒エロいので思ってます、はい、今のところ開発中ではですね、最強キャラになっちゃってるんですけど、冗談が当たらないので、俺めっちゃエロい、最強キャラになってますけども、発売日までにはちょっとチューニングしたいなと思ってます、はい。でそれでパンドラですね、このパンドラシステム、なかなか鉄拳側とですねストリートファイターのキャラがですねこう戦い合うときに一発逆転っていうのはなかなか作りづらいと、でその一発逆転を作るためにですね、今回は体力ゲージが 25% 以下になったときにですね、自分のパートナーを犠牲にして、何の説明してるのか全然分かんないですよ、もうちょっと簡単に言ってください、自分のパートナーを殺したらですね、すごく強くなるっていうモードです。なるほど、よく分かりました、分かります、
本当詳しくはあのぜひ触ってみてください。こちらでですね、あのこのパンドラモードを実感できると思いますので、はいはい、ではここで数々の問題発言を皆さんを代表して私が謝ります。どうもすいませんでした。いや何も失礼なこと言ってないですよ。問題発言を、はい、どうも失礼しました。僕この間前代未聞の自分のブースのステージでというわけでね、鉄拳もたくさんいろいろ展開していきますけれども、ストリートファイタークロス鉄拳の方、あちらのカプコンブースの方で前代未聞の他社ブース宣伝っていうのをやってありがとうございます。大変だったですよ。その後大変だったですよ。上からギャギャってお前はどっちの味方なんだって言われてちょっとなんかこういうコンビネーション羨ましくなってきましたね僕。そうそういいでしょこれ。なんか私じゃ不満なんですか。こうなるとちょっと待って、私じゃ不満なんですか。間接的にちょっと引き出してますよ。ちょっとね、じゃあもう僕もじゃあ、 あの今あなたね、さっきジャングルモードやってみたいって言ったでしょ。やってみたい。じゃあ僕もちょっとジャングルモードやるためには引きこもりなんですけど、まあ唯一ちょっと助っ人を一人今日呼んできましたんで、その方をご紹介します。はい、お師匠さんどうぞ。誰や、綾野が来るの。お邪魔いたします。あ、皆さんこんにちは、お邪魔いたします。ちょっと待ってください。こんにちは、よろしくお願いします。小野さん頑張りましょう、頑張りましょう、やりましょう。ちょっとね、ムカつくでしょ。いや、ちょっとイチャつきすぎだな。あ、すいません。どなたですか。誰かありますよね。すいません、ご紹介遅れました。見たことあるの俺こいつ。ちょっと私あの日本テレビの毎週木曜日深夜からやっております夜遊び三姉妹という番組に出ております池田哲也と申します。よろしくお願いいたします。よろしく、ありがとうございます。何人か拍手と、ありがとうございます。佐藤夏樹さんじゃないですもんね。わりかし拍手少ないぞ。ありがとうございます。拍手したら名車行った方がいいですか。明らかに拍手少ないって。小野さんはお知り合いなんですか。もちろんです。小野さん知ってくださってますよ。ありがとうございます。手取り足取りでここで売る子を出せと。いや、あんな全然知らんわ。なんか若干眉毛の位置が小野とそっくりやんけ。いや、そうなんですよ。なんか DNA レベルでえらい近いものが若干似てるぞ、お前。やだ、白と黒みたいな。ちょっとなんかやだとか言ってムカつきますね。だって私もなんか出てきた瞬間ちょっと二人似てるなって思ってました。私も思っちゃいました。皆さんそう思いますか？これ似てると思います。これ僕的に喜んでいるのかどうなのか微妙ね、ちょっと分かんないですけど。なんか世界に3人はいると言いますからね。そうですね。あと一人いらっしゃいますか？多分俺でこん中にいらっしゃいます。はい。まあいいですよ。ね、進めてもらっていいですか？あのじゃあこれちょうどいい2になったので。ぜひともこの2人のこのペアの形でペアでジャンブルモードちょっと皆さんにちょっと実演で見せたいなと。これはめちゃめちゃ楽しみです。絶対負けない。絶対勝とう。絶対勝とう。絶対負けない。じゃあちょっとやっちゃいましょうね、これ。ぜひやりましょう、これは。じゃあちょっと準備の方お願いします。よろしくお願いいたします。いや、しかしすごいスタイルですね。なんか結局羨ましいね。いやいやいや、そんな、見はもちろん羨ましい、羨ましいですよ。バストすごいことになってますね。ちょっとジャンプしてみてください。ジャンプしてみてください。セクハラしない。あら、すごい。わあ、すごい。すごい。真空波動拳が2つ入ってるような。うまいこと言うな。素晴らしいですね。これね、素晴らしい。ちょっと熱波動も出してもらえますか。熱波動もちょっと4回ぐらいちょっとジャンプして熱波動出してもらえませんかね。出てますね。すごい出ましたね。出ましたね、熱波動。実写版のストリートファイターあったんですね。そうですね。そういうちょっと微妙なこと言わない。ほんまにあったから実写版のストリートファイター。ちょっと今の発言裏で偉い人。後でちょっと後で反省会をやりましょう。はい、じゃあ準備整いました。はい、では行きましょうか。はい、これ、あ、僕こっちです。はい、これです、剣ですね。はい、で、僕は龍です。はい、あ、はい、行くよ。はい、じゃあやりましょう。はい、はい、いいですよ。はい、それでは皆さんよろしいでしょうか。準備ができましたら、僕が和也ですね。はい、僕が和也。ジャンブルバトル、はい、じゃあスタート。世界波動拳、波動拳、はい、おりゅうけんどれ見えんよこれは。ほら、どれだ、おいおい、はい、来た、はい、おい、おい、てめえ開発者だろ。てめえ開発者だから、それ抜けよ、おら。てめえらちょっと一回前出てこいや。なんじゃい、最初から言いたかったけどよ。なんじゃい、ここ地方のキャバクラじゃねえんだぞ。はぁ、
イチャイチャしすぎだろうがよ。お兄ちゃん別に好きなんだもん。てめえいくつだよ。19です。これまだ20歳になってない。嘘つけお前。まだ20歳、お酒飲めない。まだお酒飲めない。嘘つけ。面30オーバーな面してんぞ。てめえめっちゃ言うだろお前。なんだこいつ。見てやる見てやる、みんな見てやるよおい。でもちょっと噛んでましたね。みんなニヤニヤしてるよ。デビュー何年目だ。デビュー何年目だ。何年目。まだ半年ぐらいですけど。半年だとよ。1年持つから。ストプロー。ストプロまだ発売してないが、これだけ皆さんに愛されてる。お前はきっとここで終わりなんだよ。お前めちゃめちゃちょっと擁護しようかなと思ったけど面白かったよね。おっさんにも言いたいことあるんだぞ。なんだよよほら。お前表舞台出て大丈夫な人なのかおい。いやだからもうやばいんだよ首が。俺には捨てるもんがねえんだよ。お前舞台裏で見たとき鈴木雅之さん来てるかと思ったお前。ロンリーチャップリン歌うのかと思ってたからよ。よく言われるよく言われる。なんだこの状態はよおい。実業団が祭り始めるみたいな感じやめやがってよおい。こんな開発者でも面白いゲーム作れんじゃねえかよ。そうなんだよ。感動したよ。私止めた方がいいですか。先生いいトークでした。あ、本当ですか。すみません、なんかちょっと緊張して、はい、こんなことするから会社は時々リストラとかしないといけなくなるので。ちょっと止めなくて。すみません、ちょっと興奮しちゃった。すみません、はい、大丈夫ですよ。あ、申し訳ない。生で聞けてもちょっと失礼なんじゃないですか、この黒豚、ねね、黒豚あ、私地元熊本なんで鹿児島近いんですよね。それでなんでしょうね。あ、なるほど。今日はちょっとね、木曜日と違って、うん、リアルでも負けた気がしない。いや本当にそんなことないよ。そんなことない。ラブラブだもん。ゲームで負けた。池田先生おっぱいつけてますよ。ちょっとリアルではこっちの方。あとで腕でいいんで揉ませてもらっていいですか。絶対やだ。ペイは払います。気持ち悪い。そのコンビとか嫌やわ俺。そんな絶対ひどくないですか。いやいや、ほんと失礼しちゃうんですけど。俺のサングラスの目線やか見えてたけど、俺はこっちのあれなんか被害妄想。それはどう思います。それ被害妄想です。ひどくないですか。だってじゃあ待って。いやいやね、トスコと被害妄想ね。被害妄想とか今言っちゃいけないこと言いましたよ。ちょっと皆さんも待って待って、失笑してるのでね。そうですね、皆さんの失笑がどんどん奥まで広がってきてるので、もうやめとこうかな。でもなんか皆さん身動きできないタイプ、何かになるんでしょうね、こっちに。じゃあ、すいません、小野さんもね、まだ紹介があるんで、それでこの後、もう一つだけあるんで、ちょっと待ってくださいよ。待ってくださいよ、あなた。はい、もう一つ行きましょう。はい、一つですね、皆さんね、新しいシステム、一個だけ紹介させてください。今回ですね、ジェムシステムというモードを搭載しました。で、このモードは何なのかなって皆さん思うと思うんですけども、先ほど今、家族であったりとか、こういうフリーどうしてあったりとかもいろいろ楽しめますよって話だと思うんですけども、それをですね、実力差を埋めるためにこのジェムシステムっていうものを使えばですね、よりいろんな竜ことができる。ちょうど今こちらね、竜が3人いますけど、はい、この竜3人とも実は竜中身みんな違いますよね。で、僕が使う竜と彼が使う竜、このジェムシステムを使うと異なってくるっていうようなシステムです。宝石をいっぱい持ってるやつは勝ちなんですか。それ違います。それはあなたの私生活です。そういうわけですね。宝石賞の話じゃないです。まあ、この詳しいお話はですね、来月のニューヨークコミコンまでにはシステムをきちっと整えて、ここでは言わない。まだ名前は言ったのに、ここではちょっとこのシステムが入りましたよってことだけ言ったらもう開発者後で引けないので、この人は僕知ってると思うでしょ、みんな。これ本当にね、この前も言ってたけど、この人、このシステムの名前だけは本当僕にだいぶ前に教えてくれたんですけど、僕も内容知らないですからね。そう、多分ね、だから調整できてないですよ、まだ。これ企業秘密じゃないですよね。はい、ね、教えちゃうとね、この人ツイッターでつぶやいちゃうんですよ。そりゃそうでしょ、だってみんな。ファンサービスですよ、ファンサービス。意外と最近の流行りもやられてるし、ファンサービス。炎上マーケティングの流れは僕のツイッターは炎上マーケティングが基本ですから。で、もう一つ、ちょっとスティックの方ぜひちょっと持っていただけたら、はい、お願いします。今回東京ゲームショウのですね、
親友代ではですね、こちらマッドキャット製の、まだ発売してないんですけど、こちらプロトタイプのストックのですね、スティックを置いてあります。あれ欲しいって、欲しいってマリサちゃん欲しいって、これ、じゃあちょっとおっぱい揉ましてくれる？お前な、感じせく笑いやから絶対会社のコンプライアンス以外かけられる。山があるから登るみたいなことですよね。そうですよ、でも男はしょうがないですよね、これね。はい、うまいことまとめんな。で、ただいまちょっとマッドキャット製のですね、あのスティック、あの品切れの状態になってますけど、今年中にまずストリートファイター4のバージョンから再販が始まりますので、まあ皆さんそちらの方も注目しておいてください。はい、まあ、あの親子でもお友達でも、はい、愛人関係でも、はい、私たちみたいな三角関係でも楽しめるってことでいいですか？三角だったんですね。ちょっと問題発言がありましたね、三角だったんです。皆さん目つぶってますから何回かありますよ。はい。まあ、あのしょうがないので皆さん、はい、右から左へ聞き流しをかけてくれれば、ね、まあ、でもここでもう一度数々の問題発言を私が代表して、はい、どうもすいませんでした。どうもはい、というわけで、はい、そろそろステージ終了のお時間がやってまいりましたので、あっという間ですね、あっという間ですね。もうちょっと待ってください、順番なんで大野さんからあのメッセージをもらって一番最後でいいですか？すいません、本当にちょっと早い。じゃあ私から段取り、はい、段取り早いのバレちゃいます。はい、すいません。じゃあ大野さんからお願いします。はい、皆さんの本当応援のおかげですね、やっとあのプレイヤブル、あのこの日本で出すことができました。ちょっとカプコンのですねプラチナあのプレミアムのムービーステージの方はですね、なんかすごいちっちゃいロゴになってて、いかに僕が蔑まれた位置にあるかって皆さんちょっとそういうこと分かると思うんですけど、あのロゴがもっと大きくなるようにぜひ皆さんの応援いただきながら頑張りたいと思いますので、あのストクロの発売までもう少しだけ時間がありますけども、応援のほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは原田さんお願いします。はい、そうですね、私ももうこの業界長くて鉄拳もねもう16年作ってますけど、まあ、今日みたいにね、こういう他社さんのステージで、こういう女の子と、イチャイチャしてるだけでいいっていうステージは僕はなかなかなくて、すごくいい経験をさせてもらいました。ね、で今後もあの、ね、昨日もちょっと何人かいらっしゃいましたけど、あの本人を指さして、あ、原田さんのコスプレだっていうのやめてください。あの本人です、僕のコスプレ先生はいません、多分ね。ということで、鉄拳の方も、鉄拳ダクトナメンツ2、アーケードと、そしてこれから鉄拳ハイブリッドプレイステーション3と、言い過ぎだよ、言い過ぎだよ。鉄拳の僕しかしてないです。いろいろね、これ今後もよろしくお願いします。はい、はい、じゃあお次行きましょう。よろしくお願いします。はい、原田さんはイチャイチャしてるだけの給料泥棒かと思ったら、しっかり仕事もされてたんですね。はい、一応仕事の方も、はい、仕事してますけど、ここカプコンブースですから、バンダイナムコのコマーシャルやめてほしい。そうですね。昨日カプコンの宣伝したんだから。わきまえてください、そのところ。はい、では、はい、やっと出番がやってまいりました。池田さん、最後にメッセージを。あ、私いいですか？はい、ありがとうございます。今日は本当皆様ありがとうございました。ありがとうございます。あのもう本当に初めてこれやらせてもらいましたけども、鉄拳ファンの方、ストファンの方、もう本当両方とも楽しめますんで、ストファンって、あの鉄拳ファンの方、ストファン、結構短くしてみたいに言うんですか？すいません、パンストみたいな言い方になっちゃって、ストファンってパンですよ。これストファンか、これ。ストリートファイターファンの方もですね、もう皆さん楽しめると思います。もう今日もね、たくさんコスプレの方来てらっしゃいますもんね。龍の方ね、うん、3人もいらっしゃる。あ、ユンの方。あ、ユンの方。あれ、多分めっちゃ強いですよ。でも今僕、あのユンを見ると、すごく心が恐縮してしまうので。ユン、お父さん、絶対、あれめっちゃ強い。バランス壊れてますよ、多分。強そうですよね。他もコスプレの方いらっしゃるんですかね。あの方はムッシュかまやつさんです。どっちも関係ないですよ。怒られるね。後でボコられる。さあ、もう皆さんもですね、いずれで皆さん 裏でプレイできますんで、最後まで楽しんでいかれてください。もう今日は皆さん楽しんでいてください。ありがとう。俺締めようとしてますね。ちょっとやばいですね。私の仕事取らないでもらっていいですか？すみません、申し訳ないです。はい、もう本当楽しんで、皆さん楽しんでください。ありがとうございます。はい、池田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。はい、皆さんこのカプコン劇場お楽しみいただけましたでしょうか？いかがでしたか？こんな感じのステージばっかりです。ちゃんと真面目に、はい、真面目にカプコンの他のスタッフは真面目にやってますので、はい、はい、この後もね、はい、続きお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、というわけで小野義則プロデューサー、原田勝弘プロデューサー、池田哲也さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。すごい、もう汗だくね、ステージ直後になっておりますが、皆さん今日はいかがでしたでしょうか？はい、あ、なんでしょう、あ、ステージの感想を。もう本当にね、いつも毎度のことながら、あのカプコンらしくないステージをいつもあの行ってますけども、皆さん楽しんでいただけたでしょうか？
ね、今回さまざまなシステムを紹介させてもらったんですけども、まあ、これからこうパンカメラが回っていく人たちによってですね、まあ、うまくいったんじゃないのかなと思ってます。どうでしょう、池田さん。なんちゅう切り方するんですか。いや、もうありがとうございました。もう本当にすごい。池田哲也でございます。すいません、池田哲也と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、もう本当お客さんの熱気すごかったですね。もうみんなコスプレしてる方とかもノリノリで見てくれてましたから、まあ、一部引いてましたけどね。一部完全に引いてましたね。はい、あとお二人がお酒を飲んでるんじゃないかって思うぐらいのテンションでしたから。まあ、お酒ならいいんですけどね。なんちゅうこと言うんですか。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあもう本当に原さんにも、はい、はい、どうも鉄拳シリーズの原田です。ストリートファイタークロス鉄拳、新しいシステムね、いろいろ紹介しました。最後の方でちょっと紹介したジェムシステムってまさに宝石、その宝石をカプコンから購入するとこういう幸せな状態になれるという新しいシステムです。パチンコ雑誌の裏みたいな。新しいパチンコ雑誌、もしくはスポーツ新聞のマカって書いてあるじゃないですか。といううさんくさいシステムが載りますので、皆さん今後の情報に期待しててください。完全に関西系のなんか不動産屋の社長さん。ああ、もう本当ね、完全もう二粒子三粒子の完全広告みたいになってますけども、本当実務に本当にこういう風になれるかもしれませんので、はい、かもしれないので、ぜひともこのジェムシステム、はい、楽しんでみていただければなと。はい、まあ、まさにタッグのゲームですからね。はいはい、あ、帰ってきましたかマイク。大丈夫大丈夫です。じゃあいろいろお話あると思うんですけど、最後にですね、映像を見ていただいた方に皆さんからメッセージをお願いします。本当楽しいゲームなんで、皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。お願いします。はい、鉄拳タッグトーナメント2、全国のゲームセンターで好評稼働中でございます。そちらの方も皆さんよろしくお願いします。そしてこのストリートファイタークロス鉄拳、さっきのジェムシステムをね、早くみんな試したいと思いませんか。ということで、これからも、カプコンと一緒に盛り上げたい。噛んだぞ。かわいいって言われちゃった。ね、慣れてるね。格闘ゲーム業界を、格闘ゲームシーンをね、盛り上げていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これまたマイク返した方がいいですか、マイクが。大丈夫ですよ、終わりました。ありがとうございました。はい、